ブッチーバンドでーす。最初の曲が一番盛り上がるやつなので、ちょっと前に来るなり体を動かしながら聞くなりしてください。じゃあ始めます。秋のブッチーバンドです。よろしくお願いします。
っていうバンドの結構有名なんですけど、あのテキサスキッドっていう曲です。はい、で、そうですね、このバンドを組んだ経緯みたいな話すと、僕あの3回目、4回目ぐらいなんですけど、バンドバスの基本的に今やったようなフュージョンっていうジャンルが好きで、なんですけど、なんかフュージョンしかできないやつじゃんって言われるのが嫌なんで、そのあのフュージョン出して別のジャンルやって、フュージョン出して別のジャンルっていう風にしてるんですよ。で、前回のサマーバンドではまあちゃんとあのファンクとか R&B に挑戦したので、今回はちょっとフュージョンをやらせていただきました。で、じゃあちょっとあの結構キツキツの瀬取りなので、次の曲に行きたいと思います。で、次はあのマーカス・ミラーとセビット・サンボーンさんの曲で、あのラフ・オ・カバーという曲なんですけど、まあ柴山さんと武器がすごいバチバチに活躍する曲なんで、ぜひ見てってください。お願いします。
はい、ありがとうございます。マンゴーカバーでした。かっこよかったですね。もう一回ちょっと拍手お願いします。そうですね。じゃあ、まあ、メンバーも少ないんで、サクッとメンバー紹介しようと思います。じゃあ、まずこちら側から、あの今のコーカバーでバチバチに弾いてくれたベースの島山さんです。今日の実は初めてなんですよね。今までずっと怖くて読めなくて、島山さんのこと。ちょっとでも、しばらくバンドもさなくなっちゃうんで、その子もあると、春人にまで出せないじゃないですか。だから、ちょっと呼びたいなと思って、呼ばせていただきました。はい、で、じゃあその隣の、あの4年の青島さんです。まあ、一回組んだことあるんですけど、ちゃんと組んだことないなと思って、リズムで SP を組んで、はい、で、なんかまあ、卒業しちゃうし、ちょっと一緒にやりたいなと思って呼ばせていただきました。はい、じゃあ、サックスですね。さっきランボーカバーでこの人も活躍してくれました。1年生ですね、小池くんです。このバンドができた理由が、その彼との話で、RMC、6月の RMC で、そのヒスケアをやったんですけど、その時にヒスケアのじいさんとやりたいですよって言うんで、よっしゃやろうってことで、ちょっとそれを望んで実現させていただきました。はい、じゃあその隣のギターの杉田です。2年生です。基本的にバンドを出すときにあんまり前呼んだ人呼びたくないなって考えるんですけど、さすがにちょっとフュージョンのギターはこいつしか弾かせられないなと思って、俺的にフュージョンやるんだったらこいつとやりたいなって思って、ちょっと今回も呼ばせていただきました。じゃあパーカッションのブンブンです。もうその前の RMC でその回しをしたんですよ。それがすごい特別な思い出で、もう一回こいつのフュージョンやりたいなと思って呼ばせていただきました。で、今回誰も断られてなくて、結構理想のメンバーが集まったので、すごい楽しい時間になりました。で、僕がちょっと頑張させていただきました。ドラムの松口です。ちょっと曲数少なくて、まあ、次の曲結構長いんですけど、もう3曲目最後の曲になります。クルセイダーズの、スイーデンサワーっていう曲になります。で、まあ、結構ソロマージュとかあってみんなが結構活躍する曲なので、まあ最後にぜひ聴いていってください。ありがとうございました。プチバトルでした。Thank you.
ありがとうございました。